地球工学科の佐々木と申します。これからですね、60分間、質疑も入れて60分間お話ししてまいります。私のタイトルはですね、このように、土木工学の中の測量の分野に特化したお話をということで、衛星や航空機を使った最新の測量について紹介してまいります。今日の内容ですけれども、こちらにですね、昔の歴史を振り返りながらですね、現在でも使われている測量の原理原則を紹介しつつ、最新の測量の紹介をしてまいります。あとこれ最後ですね、時間があれば地籍測量、古くて新しい重要な問題なんですけれども、東日本大震災の時にも問題になりました。一つ一つのですね、土地の面積、所有者等の情報が整備されていないところがたくさんあります。それによっていろんな混乱が生じているという現状ですね、時間の許す範囲で説明してまいります。あと、この1年余りですね、ズームをやるようになってよかった点の一つということで、聞いている方々がですね、自分の好きなタイミングでチャットで質問できたりするところは、いいところだと思います。ですので、今日の話でもですね、もし疑問があれば、その都度ですね、質問してください。可能な範囲で答えていきたいと思います。これ、配布資料には入れてないんですけども、急遽間に合わせで作った資料です。熱海市で土石流が発生したのは皆さんご存知かと思いますけれども、こういったですね、特に災害が発生すると、まず現況の調査ということで、測量が行われます。測量の技術としてはですね、昔は航空機が多かったんですが、最近はドローンもよく使われております。どういったことをするかというと、単純なものでして、災害前後の3次元の天群データ、3次元の天群データというものは、座標が与えられた点の集まりというんです。3次元天群データを使ってですね、地表面の高さが災害の前後でどれぐらい変わったかというものを調べます。被災後はですね、これも公開されているデータなんですけども、ドローンにですね、レーザーを搭載したり、レーザーというのは後でも紹介します。本当にレーザーですね、距離3次元の座標が瞬時に分かるような機器です。あるいは2次元の画像の動画を撮りまして、撮った後にですね、写真測量の処理で3次元の座標を生成する。このいずれでも地表面の高さを生成することができます。一般的にはレーザーの方がですね、精度がいいんですけれども、動画から写真測量を通じて出た3次元座標でも大まかな形状がわかります。で、被災前はですね、実は静岡は非常にこういう3次元データの整備としては先進的な県で非常に有名なんですけれども、県庁レベルでですね、バーチャル静岡ということで、3次元天群データをですね、公開していました。その2次期の被災前のデータが十分にあるということで、単純なその比較ができるわけです。これですね、単純に私もダウンロードして、クラウドコンピューターというですね、フリーのソフトウェアがあります。皆さんも興味があれば、ご自分でダウンロードして、ソフトウェアもですね、データもダウンロードしてみてください。この上側がですね、DSM、その全ての地表面のデータです。地面も、樹木、建物も含む全ての建物、地表面データなんですが、見てお分かりのようにですね、こうやって建物とか、木とか、その地面もですね、含まれています。で、この DSM からですね、地面だけを抽出するという、簡便な処理があるんですけれども、一部取り損なっているものもありますが、下側のですね、黄土色で示しています。地面データが得られます。ということで、これをですね、二次期比較することで、どれぐらいの土量が発生したか、建物がどれぐらいなくなったかというものを大まかに見つけることができます。ちょっとこれに戻りますが、やっぱりこういう災害が起こるたびに痛感するのはですね、一番下の赤字で書いてますけれども、事前に3次元データを整備し、しかもそれを一般に公開するという必要性なんですね。これは例えばヨーロッパでいうとロンドンでもですね、こういうレーザーのデータを公開して、で、サービス自体は民間に任せようと。民間のアイデアでいろんなサービスを提供してもらうということで、データを整備するのは国の役割、あるいは地方公共団体の役割ということで、こういった動きがですね、今後日本も進んでほしいというふうに思うところです。先ほどの話ですけれども、地表面データ DSM というのは左側の図に示してますように、上からですね、これ航空機の例ですけれども、上からレーザーが出てくると、
例えば木ですとですね、一番上の樹幹と呼ばれるところで反射したり、あるいは途中の枝や幹で反射したり、いろんな段階で違う高さのデータが得られます。で、最後、ラストパルスというものは、だいたいこの地面なんですけれども、このファーストもセカンドもラストも混ざった状態から、この最終的にですね、最も低い標高のデータだけを抽出することで、地盤面、地面に相当する高さというものが、推定できます。これについてはですね、後ほどまた詳しく説明してまいります。ここからが資料に含めているところですけども、これも本題に入る前の、余談みたいなものなんですが、これですね、ORB スラム2、あるいは OB スラム2というんですけれども、ちょっと画面を切り替えていきますが、例えばですね、ちょっとこの URL、後ほど自分でも確認してほしいんですけども、これ YouTube なんですが、要はビデオ画像からですね、3次元の座標を復元するという技術が、もうこれは数年前ですけれども、これの最新版がオーブスラム3です。車に搭載したビデオカメラからですね、もうこれリアルタイムです。リアルタイムで3次元の座標が推定できています。で、点の密度は低いんですけれども、こうやってですね、3次元の地図、大まかな地図ですけれども、それを瞬時に作成し、あとこの青色がですね、カメラの位置、傾きまで推定するというものです。で、これは余談という余談ですけども、デプス画像ですね、RGB に加えて距離がわかるような、特殊なカメラもあります。そのデプス画像も使ってですね、こういう3次元地図を作るというものが、使われています。で、これ測量の世界でもこの技術は使われてまして、地図がないところでですね、だいたいまずドローンで飛ばして、この大まかな地図を作り、その後点検業務にですね、この大まかな地図を使って、飛行ルートを決めて、自動操縦をするようなことが、実際に、まだ試行段階ですけれども、やられているところもあります。ということで、これは関連する技術ということで紹介しました。はい、ちょっと先ほどのまた本題に戻ります。はい。じゃあ、ここからですね、前半、測量学の歴史ということで、国外の話、国内の話をしてまいります。今回ですね、高校生の方々が聴講が多いということで、高校生を意識した、レベルに設定しているつもりです。ただ、中学1年生の参加も多いと聞いています。一部ちょっとですね、難しい話も出てくるかもしれませんが、そういうところは聞き流してですね、概念を理解するようにしてください。まずこのギリシャ時代ということですが、エラトステネス、紀元前200年頃なんですけれども、ここに出てきますけれども、これよく出てくる図なんですけれども、アレクサンドリアというですね、エジプトの場所から、このシエネという場所が分かっててですね、これ大体距離が分かっていると、地球の大きさどれぐらいなのかということを推定したいという、好奇心があったわけです。好奇心だけではなくてですね、実際ビジネスをする上でも、正確な距離というものを知りたいというのはニーズがあったわけです。そこで分かっているのは、ここにもありますけれども、夏至の正午にだけ、水面まで、太陽の光が届くと。直角にその当たる、太陽の光が当たるということが知見として分かっていたわけです。その同じタイミングでですね、違う場所、アレクサンドリアでは太陽の高度は7.2度と。これ単純な計算で、距離が分かってて角度が分かるわけですから、地球全体の長さを計算したわけです。誤差は15%程度。地球一周の長さはだいたい4万キロですから、ちょっと大きいようなですね、誤差だということです。で、ローマ時代ですね、プトレマイオス。詳しくは紹介しませんけれども、この人はですね、地球に関する、地図の作り方に関する手続き書を作ったということで有名です。ちょっと不正確ですけれども、地球全体のですね、地図を作って公開したりしています。3番目、ここ、今でも有名な、メルカトル図法のメルカトルですけれども、等角図法であるメルカトル図法を作って、それで地図を作りました。どういうものかというと、ここに紹介してますけれども、正角図法ですね、高校の地理で習うと思いますけれども、この地球をですね、球だと見なして、
円筒を当てはめて、で、地球の中心からですね、光を投射します。投射したものが、この円筒に映って、で、それを地図として拡大したわけです。広げたわけです。で、この左側の図を見ると分かりますように、北極、南極がものすごく拡大されていることが分かります。ですので、面積は正しくはないんですけれども、ただ、核はですね、各方位が正しいということで、広く使われています。それでちょっと時代がですね、エジプトに移るんですけれども、エジプトではですね、ナイル川の氾濫、これ農業の上ではですね、非常に重要だったわけです。氾濫は一見イメージ悪いですけれども、上流からですね、肥沃な土地を運んでくれるということで、農業上重要なわけです。で、氾濫が起こるたびに、この区画というものがですね、一回、分からなくなるわけです。ですから、区画を頻繁に測る必要が出てきます。で、そこで彼らはですね、経験的にこの直角三角形の関係式、高校生で習うと思うんですが、斜辺が5、その他が4、3の時に、これ直角になるということが言われています。で、この紐を使ったですね、この3、4、5の三角形を使ってですね、土地を区画をしたりですね、あるいはピラミッドの長さ測ったり、向きを決めたりするときにも活用していたそうです。下にも書いてますが、ジオメトリー、幾何学のジオメトリーの元々の由来はですね、ジオっていうのは土地を表す言葉ですし、メトリー、測るということに関係する言葉です。ちょっと今度はですね、中世のヨーロッパ、ドイツに移るわけですけども、ガウスという、有名な天才数学者がいました。これはですね、マルク紙幣ということで、今ヨーロッパでは、ユーロ使ってますが、その前のドイツの紙幣ではですね、このガウスの偉業を、称えてですね、彼が発見した業績の一つである、この正規曲線ですね、誤差分布でよく使われる、この釣り鐘型の曲線が描かれています。あるいはですね、この、測量に関係する機器ということで、6分儀、360度の60度分、6分の1ということで60度ですけれども、水地平線と天体がなす高度角を計測できる機器も印刷されていたそうです。で、この右下、小さいですけれども、この後でも紹介します、三角測量の三角網ですね、が、記されています。ガウスの偉業、すべてを網羅できないんですけれども、いくつか紹介します。最小事情法というですね、現在の測量だけに限らず、統計学、工学、理学、広く使われていますけれども、17歳、あるいは18歳の頃に発見したと言われています。データに含まれる誤差はですね、この場合、残差というんですが、残差の2乗が最小になるような値を見つけることで、それを代表値とするような、手法です。またはですね、2番目書いてあります。地球楕円体の表面から平面を等角、地図投影法の提唱、ガウス・クリューゲル図法というものがあります。で、これも紹介しますけども、先ほどのですね、メルカトル図法を横にしたようなものです。横メルカトル図法とも呼ばれるんですが、で、ちょっと違うんですね。これを一つの一枚の大きな地図として展開するのではなくて、細かく輪切りにします。細かく分割します。例えばこれも今でも使われるんですが、UTM 図法というものでして、これ地理の授業で習うかと思うんですが、6度単位でですね、分割します。で、この赤色の面に投影するわけですけれども、どうしても歪みが生じます。ですが、極力歪みが生じないようなですね、地図になるように6度ずつ細かい範囲で分割して展開するようなものです。同じようなやり方がですね、日本の中でも使われています。現在でも公共測量ですね、国が発注する公共測量で使われる座標系なんですけれども、平面直角座標系と言います。先ほどのですね、UTM よりもさらに細かく範囲を狭めていますが、これちょっと見にくくて恐縮なんですけども、日本の各地をですね、細かく分けまして、それぞれで座標の原点を定めています。例えばこの関西はですね、京都、大阪は第6形なんですが、兵庫では第5形と呼ばれる平面直角座標系に
該当しています。このようにしてですね、球面のものを平面にする。その時の、何かしら歪みが出るわけですけれども、最小限に抑えるような工夫の基本的な考えを提唱したのがガウスです。ちょっと今度は国内に移りますけれども、測量学の歴史ということで、6世紀頃ですね、仏教伝来に伴い、大陸の度量衡や測量等の方法が輸入されました。あとですね、710年、平城京の情報性、区画がしっかりしたんですね、南北東西に、区割りがしっかりとしたような都市計画、そういった技術も、発展してきました。あと8世紀後の行基ですね、お坊さんなんですけれども、土木工事を全国で展開したと言われますが、その時に行基図と呼ばれる地図を作っています。これはウェブサイトから持ってきた図なんですけれども、これ平城京のですね、方位の決定の方法ということで、例えばですね、太陽、真ん中に棒でも置いてですね、太陽が、なすですね、この影の長さというものを測ります。で、この影の長さと同じですね、半径を持つ円を書きます。で、今度はですね、じゃその円周上に、午後になってですね、太陽が来て、その影が、できたとします。その影が、影の先端がこの円周上に一致したとき、この両点を結ぶ線が、東西を表すということ。厳密には若干違うところもあるんですが、これで大まかなですね、東西が分かります。ですから、東西を先に決めてですね、その後で直行するということで南北の線を決める。こういったことでですね、基本的な方位を決定することができます。今度はですね、戦国時代の終わりの方ですけれども、太閤検地ということで、豊臣秀吉が実施した土地の広さを測り、年貢を決定する測量について紹介します。基本的な土地台帳の線区と言われるんですが、これですね、その時に使った道具紹介されています。水縄、縄とかですね、尺使って、長さを測ったりしたり、あるいは方位地震のようなものですね、方位を、測ったりする道具がありました。これもウェブから持ってきたんですけども、面積を計算するにはですね、基本的には一つの長方形に置き直すというものです。この図で紹介されているのですね、台形の水田なんですけれども、何人かここに立ってですね、中心を決めて、長方形で近似した場合に、その近似に相当する場所にですね、人が立ってですね、その長さを推定測ります。台形の高地は長方形に近似をします。円形の高地は円周または円の直径から、円の面積ということで計算することができます。今度は江戸時代、中期後期といいますか、伊能忠敬の全国測量について紹介していきます。大学生に聞くとですね、もうこれ高校あるいは中学で結構習ってるみたいですけれども、伊能忠敬の測量について知識があるかもしれませんが、紹介していきます。ですね、測量技術は江戸時代初期にオランダより伝来したと。導線法の導は、ちょっとこれは本当は導くのはずなんですが、導線法と呼ばれる多角測量、航海法や天体観測により補正という、こういうウェブで紹介されているものがありました。で、4、5線1度の長さがですね、だいぶ精度がいいということも言われています。で、その動機なんですけれども、もともとですね、暦が正しくないということで、幕府がですね、暦を正しくする。そのために学者にですね、暦を変える作業を依頼したわけですけれども、その時の高橋義時の門下ということで、この伊能忠敬も学問の道に入りました。で、この伊能忠敬はですね、やっぱり一度の四五線の長さを知りたかったと。浅草と深川で2地点で北極星を観測し、その距離と角度を使って推定したわけですけれども、当然この距離が短いとですね、誤差が大きく出やすいわけです。で、
ちょうどですね、蝦夷地の測量の話が幕府から来て、自分はですね、その測量をしたいという、長さを知りたいということを秘めつつですね、測量の手伝いしながら、ゆくゆくはこの地球の大きさ、4、5000の長さを知ろうということを始めます。これに関連してですけども、ちょっと紹介したいのはですね、葛飾北斎という有名な浮世絵師がいますけれども、この地方測量の図、測量に関する浮世絵も存在しています。で、これはですね、89歳の時に描いたとされるものなんですけれども、ちょっと拡大すると確かにですね、ここに、齢89歳とあります。で、この万字老人というのはですね、葛飾北斎の画業らしくてですね、ただテレビ番組等を見ますとですね、北斎は最初のところだけちょこっと描いて、残りの部分はですね、三女のお栄がほとんど描いたというような話も、言われております。で、これがですね、この京都大学地球工学科の、資源工学コースであるんですけども、そこのですね、昔の教授の先生が買われた絵巻ということですね、つい先日見せてもらったんですけども、こういうのが身近に存在するということでですね、歴史のある大学の良さの一つだなというのを感じたところです。で、本来の伊能忠敬の話に戻りますが、これ伊能忠敬が測量した地図ですけれども、沿岸中心に書かれています。ものすごく正確なんですけれども、その時の原理ですね、先ほども紹介しました、距離は縄を使ったり、竿を使ったり、あるいは鉄の鎖を使ったりしていたそうです。で、縄自体ですね、伸びたり縮んだりしますので、鉄の鎖は重いですけれども、そういう伸び縮みというところではですね、熱を受けて膨張もしますが、それぞれ一長一短あります。で、角度については、この高津江崎方位板と呼ばれるですね、方位磁石のようなものも使ってたそうです。で、距離を測る道具ということですが、この下にちょこっと書いてますけども、実は歩測というものもですね、結構使っています。歩いてですね、1歩あたり約69センチだとも言われてるんですが、我々の測量実習でもですね、学生に歩測をやらせる実習もあります。繰り返し歩いてですね、訓練をすれば、一定の間隔で歩けるように、近づけるんですけれども、どうしても誤差は生じます。ただ、道具だけではなくてですね、目標に向かって自分の足で歩いて、距離を推定するということも行われていました。で、その測量の原理をですね、ちょっと説明していくんですが、動線法というものです。距離と方位を計測していくんですけども、この A 地点からですね、B 地点を経由して測っていくわけですが、距離と、この角度を測っていくわけです。ところが、これですと、距離も方位にも、誤差が、入っています。測量学の世界ではですね、測るデータには必ず誤差が入っている、真値は何回測っても得られないというふうに考えられています。ですので、この誤差をいかに少なくするかというのが永遠のテーマなんですけれども、伊能忠敬の場合はですね、公海法という技術も組み合わせています。それは山であったりですね、目標物を決めて、特定の地物への方位角を計測し、それが一点で交わるようにですね、この測ったデータ、測った距離や角度をそのまま使うと、目標物で一点で交わりません。で、一点で交わるように、この距離もですね、角度も少しずつ修正していきます。そうすることで、先ほどの日本地図のようにですね、全体として見たときに、整合性の取れた、正確な地図が得られます。これはですね、地形の、勾配を測るときのですね、測り方ですけれども、先ほどのこの象限ですね、角度を測る、機械、道具ですけれども、水平の示準、水平の向きも決め、目標物の角度も決めることで、この角度を計算することができます。この伊能忠敬に関連してですね、シーボルトの話も紹介していきますが、
シーボルト事件というものがありました。1828年に、シーボルトが、持ち出し禁止であるですね、伊能忠敬の地図の縮図を日本国外に持ち出そうとした事件です。で、この時にですね、渡したとされる、高橋景康がですね、逮捕されて獄死されています。シーボルトは国外追放処分されたんですが、まあ、こっそり持ち帰った地図がですね、ヨーロッパでは広まって伝わっています。シーボルトの、まあ、現図日本国図ということで、日本には高い測量技術があるということが、ヨーロッパに伝わっています。もう少しですね、この、明治時代、今度は明治時代の話ですが、田辺作郎という方を紹介します。多分ほとんどの方は知らないと思うんですけれども、京都にですね、琵琶湖疏水というものがあります。琵琶湖から水を、引っ張ってきてですね、京都の市中に流しているような、まあ、灌漑水路です。それをですね、設計、実際に工事の監督もした方なんですが、この方のですね、まあ、こういう事業がありそうだという話を聞いた上でですね、工部大学校、まあ、今の東京大学ですけれども、東京大学の学生の時に、卒業論文として、この事業計画をですね、取りまとめました。で、まあ、最近の卒業論文と違ってですね、この当時はですね、もうプロジェクトベースでして、実際に現場に行って、調査、計画、提案まで至った、まあ、実務的な内容が多いんですけども、この田辺作郎もですね、実際に、琵琶湖の周辺、京都でも測量し、製図もしてですね、卒業論文をまとめています。で、卒業直後に、京都府の職員となって、実際に工事を実施しています。で、これの、まあ、秀逸なところはですね、単に水を流す、まあ、水運だけではなくてですね、飲料、灌漑、水力発電、いろんな目的を兼ねています。後ほど紹介するですね、本にも書いてあるんですが、この疎水ができる前の京都はですね、夏の鴨川はこう干上がってですね、まあ、川底が見えるぐらい、そういった水不足に悩まされるような状態だったそうです。今は全くそういう鴨川はないんですけれども、いかにこの事業がですね、今でも役に立っているかということを痛感させられます。で、この田辺作郎はですね、東大の教授になった後にですね、北海道で鉄道を敷設するという事業があればですね、東大の教授の職を投げ打って、まあ、この鉄道工事に参画してですね、でそれが、終わればですね、今度は東京大の、教授として、着任しています。で、この右側にあるですね、この胸像はですね、桂キャンパスにある、まあ、胸像です。もう少し説明しますとですね、国家予算が7000万円の頃、この総事業費がですね、126万円。今のですね、国土交通省、その前は建設省と言われていましたが、内務省というところに所属していました。で、その事業費を超えるような126万円の事業がかかっています。で、それまではですね、お雇い外国人が、まあ、高い給料を払って、こういうプロジェクトのリーダーを、務めていたんですけども、その時初めてですね、日本人を代表とする、しかも若者がですね、こういう大規模な事業を実施しています。で、このトンネルがですね、長い2400メートルもあるんですが、山の上からですね、まあ、上から、立て坑と呼ばれるですね、まあ、井戸みたいなものを掘ることで、工期を短縮し、あと精度を、改善しています。その結果ですね、食い違い、まあ、左右からですね、両側から進めてきた結果、掘り進めた結果、違いがですね、平面1、7ミリ、高低差 1.2 ミリと、まあ、信じられないぐらいの高精度だったと言われています。これがですね、その琵琶湖疎水の様子なんですが、先ほどの縦坑というのはですね、この縦の赤色の部分ですね。ここから掘り進めることで、左右にまた展開できるわけでして、こういったですね、独特な工法を採用したとも言われています。京都にですね、南禅寺とありますけれども、南禅寺の中を通っています、この水路閣ですね。これも琵琶湖疎水の一部です。今でもですね、たくさんの水が流れています。
あとインクライン、まあ、これ自体ですね、今停止して展示状態ですけれども、この640メートルの区間をですね、船を運ぶための、まあ短い電車のようなものです。こういったものが作られました。琵琶湖からですね、京都に水を引くっていう、まあ、壮大な事業を実施したわけです。先ほども紹介しましたけれども、この京都インクライン物語ってですね、田村佳子さんが書かれた本が実際売られています。で、卒業論文の路線、疎水の路線のですね、疎水路線の調査中に、この本に書かれている様子によりますと、右手中指にですね、ハンマーを落として大怪我をしたそうです。ただ医療費がなくて診療を受けられず、右手をつりながら、利き手ではない左手で製図をして論文を執筆したと。その時はですね、成績はまあ、1等から3等に分類されていて、で成績次第でですね、工学士の称号がもらえたりもらえなかった。あと、初任権も大きな差があったそうです。で、この田辺作郎もですね、第1等で卒業したそうです。で、卒業式の後にですね、指を手術して、右手中指の第一関節と第二関節の間を切ったということが書かれています。ということで、まあ、これ取り上げたのはですね、まあ、京都大学地球工学科の、まあ、先生としての、立場だけではなくですね、卒業論文が立派な事業になるということも、あるという事例を、紹介したいために取り上げました。ここからがですね、まあ、現代の測量にも関係するような話なんですが、測量自体はですね、いろんな測量があります。例えば測量方法による分類ということで、トラバース測量、三角測量、平板測量、写真測量。で、最近ですと、まあ、GPS を含むですね、GNSS 測量というものが、主流になっています。ここでですね、基準点測量という話をするんですが、はい。明治以降の長い間、広範囲の測量を高精度に行う唯一の方法は三角測量であったと。つまり長い距離をですね、測れなかったということが原因です。ところがですね、次なんですが、1960年代以降、機器の発達によりですね、光波測距儀、まあ、光を使ってですね、厳密にはですね、近赤外線、900ナノメートルの波長を使うことが多いんですけれども、光電波を使って、電磁波を使って、距離を測る機械が普及してきました。これによって、距離を直接測る、三辺測量、あるいは、この後そう紹介します、トラバース測量が一般化してきました。で、近年ではトータルステーションと呼ばれるですね、機械を使います。距離と角度を同時に測れる測量機器の普及により、トラバース測量が国や地方自治体の標準的な測量方式となりました。で、現在ですね、この GPS による精密測地網測量が主となりつつあります。で、紹介していきますけれども、まずこれがですね、現在、地球工学科3回生を対象に実施している測量実習の様子です。これ先月までですね、4月から6月までやってたんですが、鴨川でですね、大文字の、大の字が、見えるような場所でですね、まあ、こういう自然の中で測量する、経験はですね、学生にとっても非常に貴重のようでして、卒業してからも思い出に残るみたいです。185人中ですね、130人前後の学生が毎年参加しています。で、ここで使っているこの機械はですね、先ほど話しましたトータルステーションというもので、水平に設置しました三脚の上に、このトータルステーションというものを乗せてですね、対象物までの距離や角度を測ります。例えば学生の研究でもですね、例えばこれ古い町並みを対象にすることが多いんですが、岐阜県の高山市とかですね、あるいは東山の宝鑑寺の前とか、あとハノイにもですね、古い町並みがありまして、こういうトータルステーションを持って、あるいはカメラを使って写真測量を使ったり、ここにもですね、ちょっと映ってるんですが、レーザーを使ったですね、ライダーと呼ばれる機器なんですけれども、測量したりしています。
ここで基本的なですね、言葉、紹介していくんですが、三角測量という言葉。ですね、この後、最初に、紹介しました。車に搭載したビデオカメラですから、リアルタイムですね、地図を作る。あるいは自動操縦とかですね、使われるときも、この三角測量というものが基本になることがあります。三角測量の基本的な考えは、座標が分かっている2つの基地点と、座標が分かっているということは、当然この2点間の距離も分かっているとします。そこからですね、未知点に至る側線、この線ですね、側線の方向を測り、これら側線の交点として未知点、三角点と言いますが、三角点の位置、平面座標を求めることを三角測量と言います。これを繰り返すことで、網目状の三角形の各頂点の位置を求めます。ここでちょっと細かいこと書いてますが、2つの角を測れば、3つ目の角および三角形の形が決まります。ところがですね、繰り返しますけれども、この角度の測定においては、誤差が含まれることが、実際に誤差が含まれます。ですので、この三角形の位置もですね、必ずしも正確であります。ですので、この測量の世界ではですね、3点目のこの C でも角度を測ります。ですから、2つの角に加えて3つ目の角も測ることで、三角形の内角の和は180度という高速条件を使って、角度測定の誤差を観測値に割り振り、最角値と呼ばれるですね、信頼のおける値を決定します。具体的にはですね、この180度との差、3つの測定値との差をですね、平方差として、一番単純なやり方ですね、この平方差を3分の1にし、3分の1を割り振ることでですね、最角値と呼ばれる large A、large B、large C を決めるというやり方です。これちょっと概念で示しますけれども、公開法という話をですね、伊能忠敬の測量のところでもしました。どういうことかというと、前方公開法と後方公開法と2種類あります。前方公開法とはですね、座標の分かっているところに機器を置いて、未知点の座標を測るやり方です。角度に誤差が含まれるという話しました。ですので、存在する範囲はですね、このちょっと幅を持っているわけです。このひし形に近い形ですけれども、この青色の部分が存在範囲として考えられるわけです。で、一方でですね、後方公開法というものがあります。未知点に測量機器を置いて、基地点の方向を測るというものです。その場合ですね、この後方公開法の場合、未知点が存在する範囲が、この緑色で示されています。ちょっとですね、これ、配布資料には入れてないんですが、急遽今日作ったんですけども、これ高校の数学で習う知識なんですけども、この赤色のですね、三角が座標が分かっている点だとします。で、角度シーターですね。シーターが同じ点というものですね。この赤色の三角2点と同一の円周上に存在します。ですから、この黒丸はすべてシーターというわけです。ですから、この角度がシーターであってもですね、この円周上のどこかに存在するという意味で、存在範囲がこの緑色で示されるということです。余談ですけども、この、中央ですね、円の中心を2シーターとするとですね、この円周の角はシーターになると、半分になるということを、習っているかもしれません。ですから、この、基地点を結ぶ直線がですね、円の中心を通る、つまり180度であれば、この円周上の角度は90度になるはずです。ちょっと余談でしたけれども、戻ります。ですので、三角測量です。三角測量で、3点目を測ることで、存在範囲はですね、この水色のひし形と、緑色のこのひし形の緑色の領域の掛け算になりますので、存在範囲が狭まります。ですから、精度が向上するということが、概念的に理解できると思います。先ほども言いました。この角度を決めた後はですね、
これも高校の数学で習うと思いますが、正弦定理、正弦法則とあります。長さと、サイン、まあ、正弦ですね。正弦の値と長さの比が一定であるという関係です。ですので、角度が決まれば、一辺分かっている長さを使うことですね。残りの2辺の長さも順次分かっていきます。で、次ですね、トラバース速度というものを話しますが、この辺の距離と方位角を次々に測って、広い範囲の形状や平面位置を求める方法です。何種類かあるんですけども、その分かっている点がない場合、両端が分かっている場合、まあ、結合トラバースと言います。で、これ、平トラバースを例に取り上げますが、ぐるっと一周している、閉じているような、こういうですね、多角形を、平トラバースと言います。ここでのですね、制約条件は、まあ、X 方向ですね。測量の座標系は、縦軸を X、横軸を Y と、数学座標系と入れ替わってます。で、この X の差分がですね、一周してくるってことは、全部足したら0になるはずだと。プラスマイナス、符号が違うものが混ざってます。全部足したら0になるはずだと。で、同じように、Y 座標でもですね、y の差分を足すことで、それが0になるということが、法則条件になります。で、伊能忠敬の測量の原理に戻ります。先ほどもこういう紹介しました。導線法と公開法の両者を組み合わせることで誤差を低減していると話しました。これはですね、先ほど紹介した結合トラバースですね。この両端に分かっているものを決めることでですね、この距離と角度を調整し、この両端の座標が変わらないように調整します。で、この導線法もですね、厳密にちょっと違うんですが、ただ、基地の座標があり、それに合うように座標とですね、長さと角度を変えていくという意味では、この結合トラバースと同等の処理をですね、伊能忠敬はしていたことになります。これも参考として紹介しますけれども、剱岳天の木というですね、もともと新田次郎という方の、著作ですけれども、映画にもなっています。で、この明治時代末期の様子ですけれども、陸軍参謀本部陸地測量部、今の国土地理院なんですが、測量網を、構築するにあたって、剱岳にはまだなかった時にですね、重い機材を背負って本格的な登山をし、命がけの測量をした様子が、示されています。もし関心のある人はですね、映画でも本でも、当たってみてください。天の木というのは、ちなみにですね、こういう測量の座標、三角点の戸籍のようなものです。その点に関するですね、製造された年月日、あるいはその所有者、そういったものが、記されています。で、基準点という話しますが、地図作成や各種測量の基準というものがあるものでして、三角点、水準点、電子基準点と書いています。で、基本的にですね、平面の座標と、高さの座標をですね、まあ、高さを分けています。で、最近はですね、この電子基準点というものが、全国的に整備されてまして、確か1400点ぐらいだったと思うんですが、GPS も含めたですね、そういう測位システムを、グローバルナビゲーションサテライトシステムと言います。約20キロの間隔で設置されています。これですね、一部、取ってきたんですが、三角点は、三角で示されてますし、水準点ですね。まあ、こういうふうになってます。先ほどの、まあ、この三角点ですね、実際、吉田キャンパスの近くにもあるんですが、実際は三角ではなくて四角なんですけども、こういうものがですね、あちこちに整備されています。はい、電子基準点。まあ、こういうものですね。実際中は見られないんですけども、こういうものがですね、各地に整備され、現代の測量には、欠かせないものとして使われています。高さを測る、測量なんですけども、水準測量というものがありまして、もう原理は非常に単純なんですね。
水平にした、こういう望遠鏡があります。で、後ろ側と前側に、標尺というですね、長い物差しを立てます。で、これをですね、前後に揺らすんですね。前後に揺らすことで、岩石惑星ならば、他の星でもこれらの測量法は使えますか？これらの測量法っていうのは、ちょっと待ってくださいね。じゃあまた、ちょっと後ほど戻ってきます。はい。じゃあ、水準測量の話になりますけれども、この標尺を持っている人はですね、前後に揺らします。で、この目盛りの値が一番小さいときがですね、垂直に立っているとき、鉛直に立っているときですので、望遠鏡を見ている人は、この目盛りが値が小さくなったときを読み取ります。で、これをですね、繰り返していくと、高さの高低差が、わかります。で、これはもうエジプトの頃から変わらない、もう2000年以上ですね。こういった原理で、土地の高さというものを測っています。水準測量での標高測定推定ということで、この高低差を積み上げることで、未知点の高さを推定することができます。平均海面はですね、東京湾を基準にしたものがあります。ちょっとスピードアップしていきます。すみません。で、GPS。これはアメリカが開発したものでして、4個以上の衛星データが必要だということを紹介していきます。なぜかと言いますと、ですね、この、地上の座標が XYZ、3つ未知数があるんですけれども、人工衛星に乗ってる時計はですね、原子時計と呼ばれて非常に高精度です。ところが、地上で測るですね、受信機の方の時計の精度があまり良くありません。ですので、時計の誤差も未知数として考えます。ですから、解くべきですね、未知数は XYZ にデルタ T が入りますので、最低4個、4個以上ですね、必要になります。で、最近使われているものですね、このライダー、レーザーを使った測量ということで、冒頭でも紹介しました。で、レーザーを使うとですね、この上側にあるようなですね、地表面データが出るんですが、これは私が処理したんですけども、ここからですね、地盤溝を推定すると、これ、京都の東山なんですが、これはですね、清水寺のあたりなんですけども、東大路通りとかですね、道路がはっきりわかります。で、これをですね、DSM が必要な場合もありますし、地面の高さ、地盤溝が必要な場合もありますし、目的に応じて使い分けます。ちょっと飛ばしていきますけれども、で、今これをですね、もう車に搭載して、で、街中をもう日本全国ですね、高速道路に関しては、測り終わっているような状況です。で、これがですね、最近、ドローンですね、3次元データ作るやり方が普及していますが、我々の測量の分野でですね、UAV、無人飛翔体、アンマンドエアリアルビークルってことですけれども、UAV とも呼ばれます。ステレオカメラ、ステレオ画像からカメラの位置やパラメータを決定し、地物の3次元座標を推定する。これはですね、古典的な写真測量の原理と全く一緒です。この写真測量の技術を通じてですね、3次元のデータを生成しています。ちょっと駆け足になりますが、人工衛星ですね、マイクロ波を使った合成開口レーダーというものの、紹介していきます。よく地震が起こるとですね、国土地理院からこのように、地殻の変動がこのように発生したということが放送されます。報道されます。で、このマイクロ波を使うとですね、こういう地形をですね、3次元データ作るだけではなく、変動までですね、推定することができます。ちょっとこの辺飛ばしていきますが、伝えたいことはですね、これは先ほど紹介した水準測量と同じ考えでして、その特定の地点のですね、差を取ることで、もともと位相の差、位相差からですね、変動速度、変動量じゃなくて変動速度なんですが、速度の、相対的な変動速度を積み上げることで、すべての点のですね、変動速度を紹介することができます。ちょっとこの辺駆け足ですけれども、具体的な事例を紹介していきますが、
あとこの場合もですね、この人工衛星の、から推定した変動速度、あるいは変動量の欠点としては、衛星と地上を結ぶこの向きでのですね、変動しかわからないわけです。近づいたか遠ざかったかしかわからなくて、実際のこの地上でのですね、3次元の変動には、まあ、なかなか直結しないわけです。ですから、そこで我々はですね、人工衛星ですね。この極軌道衛星というんですが、北極と南極を結ぶ軌道を飛んでいます。で、あるところでは上昇した軌道なんですが、その反対側に行くと下降軌道になります。ですから、地上のすべての点もですね、上昇軌道でも撮影され、下降軌道でも撮影されています。で、これだけでは足りないので、GPS のですね、電子基準点のデータも入手することで、3次元の変動をですね、推定することができます。ちょっとこれ、ですね、関西国際空港なんですけども、これ現在でもですね、30センチぐらい年間に変動しています。で、これ GPS とかでですね、時々測量してるんですが、面的な変動がわからないということで、この、サーガー像ですね、人工衛星に搭載した合成開口レーダーを使って変動を推定しています。これ14ミリの誤差って言ってるんですけども、今では10ミリ速度の単位ですので、ミリメーターパーイヤーって単位なんですが、1センチ程度のですね、誤差で推定できています。はい。ですね、それで、実際にですね、地盤工学的な観点で、この中央にですね、動く、変動している動きがですね、衛星画像ですと、こう、面的にわかりますので、実際の知見に合致するようなですね、動きが、確認できています。で、それが例えばですね、厳密な検証はできてないんですけれども、福島第一原発、なかなかですね、まあ、作業が、大変なところなんですけれども、この地盤の変動もですね、人工衛星を使うことで推定できます。先ほどのですね、単独の画像から推定した結果、上昇軌道の画像から推定した結果、下降軌道の画像から推定した結果、およびですね、周辺に存在します電子基準点から、内相というものを超えます。ちょっとここに戻りますが、この赤色の点がですね、電子基準点を表します。当然、この福島第一の近辺にはないわけですけれども、この周辺の変動からですね、大まかな様子をですね、推定することができます。補完するわけですけれども、東西、南北、延直の変動速度を推定します。これ全部組み合わせることで、この下側の3つがですね、推定結果なんですが、人工衛星のサーガー像と GPS の結果を組み合わせることで、東西南北、延直の変動を推定することができます。で、この結果はですね、国土地理院の結果とも妥当、一致してます。で、最後ですね、ちょっと手短に地籍調査というものだけ紹介しております。主に市町村が主体となってですね、一筆ごとの土地の所有者、地盤、地目を調査して、境界の位置と面積を測量することです。で、これがないとですね、特に災害が起こったときに非常に困ります。で、今存在しているですね、構図というものは、存在するんですが、だいたい不正確なんですね。境界線が間違ってたりとか、あるいは、所有者は、不正確であったりということがあります。例えばですね、六本木ヒルズを紹介しますけれども、地元への呼びかけはですね、早かったんですが、17年後に完成したそうです。ただ、このうちですね、この地籍測量、地籍調査にものすごく時間かかってまして、この3年とかですね、4年とか、測量だけに時間かかってるわけです。で、こういうのがですね、東日本大震災でも、直後でも非常に問題視されてまして、復旧に時間がかかった場所もあります。復旧を急ぐためにはですね、この地籍調査が事前に整理されている必要があるんですが、まあ、なんとですね、この京都は、全国でも最下位なんですね。地籍調査の整備状況がたった7%です。むしろ地方に行くとですね、農地が多いこともあって、農地は森林が多いこともあって、比較的整備率高いんですけれども、
この京都、大阪が低いということは、我々業界の関係者では有名な話です。ですので、地籍調査という用語自体ですね、あまり知られませんが、今日参加していただいた方にはですね、地籍調査の問題が存在すること、あとこういう衛星とかですね、航空機使った最新の測量を使うことで効率化できる可能性が検討されています。ちょっと余談ですけれども、ですね、地球工学科に入って測量の授業を取ればですね、測量士補という資格をですね、卒業時に取得できます。ですので、地球工学科に入ってですね、こういった測量に関わる授業を取って、測量に関する関心をですね、深めてほしいと思っております。はい、ちょっと最後駆け足でしたけれども、これで私の話を終わります。先ほどのですね、お話の質問ですが、コメント。はい。ですね、人工衛星ですね、いろいろ火星の探査とかですね、あと、はやぶさもそうですけれども、衛星、惑星とかですね、降りなくても、実際に先ほどのレーザーとかですね、あるいは写真測量を併用して、距離を測ったり、あるいは地表面をですね、惑星の表面を測量する技術はもうすでに実施されています。ですから、実際に、その惑星に降り立たなくてもですね、離れた場所から、レーザーや写真を通じて、その表面のですね、3次元データを生成されることはもう実際にやられています。はい。ということで、私の話、ちょっとギリギリになりましたけれども、これで終わります。